東京大学の前期日程の合格者3008人が今日発表され、キャンパス内は受験生たちの歓声が弾けました。今年の志願者は9991人、3倍を超す狭き門です。お昼過ぎ、文京区の本郷キャンパスに合格者の受験番号が掲示されると、寒空の中、難関をくぐり抜けた受験生たちの間から、こもごもに喜びの声が上がりました。支えてくれた人みんなに感謝したいです。将来の夢は外交官です。信じられないです。なんか自分の中では今の人生で一番勉強したと思うので。大学生活はこのように過ごしたいです。なんかちゃんとなんか自炊できるようになりたいです。東京大学の後期日程は今月13日に実施されます。